ロザリオ・スカレロは、イタリアの作曲家、バイオリニスト。イギリスとオーストリアに留学した後、長年アメリカ合衆国で教育者として過ごした。サンタチェチーリア音楽院の教師で、バイオリニスト、楽器制作者であったピエトロ・ベルタッチに、6歳までに、トリノで指導を受ける。1881年に、トリノ音楽院に入学して、ルイージ・アワレニシジ。15歳で、 セザール・トムソンに入門する。しばらく健康上の理由でモンタリエ入りに帰郷したが、その後トリノに戻って1889年頃にカミッド・シボリの指導を受け、またその頃にはシボルに死従相談にも加わっていた。1891年にライプツヒでリサイタルを行ってデビューを果たし、その後はミラノやローマ、ロンドンなどヨーロッパの各地で評論家の賞賛を得た。 1895年にロンドンに留学し、当時バイロイト音楽祭のコンサートマスターとして、巧妙だったアウグスト・ビル・ヘルミの訓導を受ける。1900年にロンドンからウィーンに移り、オイゼビウス・マンリチェフスキに指示。1907年にローマに戻り、1913年に四重奏教会を設立して、その監督とバイオリニストを務めた。1919年に、 エルネスト・ブロッホの公認教師として、ニューヨークのマネス音楽学校に招聘され、1927年からは、フィラデルフィアのカーティス音楽院に転任した。この間もバンレダ・ダオスタ州に自宅を構えていたらしい。1946年に帰国すると、イブレア近郊のモンテストルット城に換挙し、1954年に同地でよう去った。作曲家としては、 マンディチェフスキに検定したバイオリンソナタの他に、弦楽四重奏と弦楽合奏のための組曲や公共詩、神聖な森を残している。著名な門人に、サミュエル・バーバーや、ヒューゴー・ワイズガル、ジャンカル・ロメノティ、ニーノ・ロータ、ルーカス・ホスラがいる。ありがとうございます。